やっと追い詰めたぞ下死人。神妙に幕につけ。何なのお前、何なの。俺様につきまとうんじゃないよ。あなたはわらわのもの、しっかり覚えておいて。はい、その儀しっかりしかと受けたまりましたです。はあ、マリアさん美しい。おやさん蹴らないで、もう蹴らないで。あら、その鹿さん、そうだったの。お前のけなげさ、この先見どころがある。そのまままっすぐひたむきな男になれ。なんて言ってるっすけど。え、騙されるな。この女は怪しいですよね、おやさん。お前がもう少し少年だったら、婿候補に数えてやらなくもなかったぞ。ごめんなさい、僕もっとおしとやかなお姉さんが好きです。春日さん、僕が一人前になったら お嫁さんになってください。バカ、子供が何を言っているんだ。鹿之助くん、長政様と仲良くしてくれる、嬉しい。とてもとても。おやさん、お市さんがまとっているあの黒いの、何なんすかね。長政さん、ズバリあなたは下方者です。お姉様は美人だし、奥様は可憐だし。そうか、正義の同士が言うのであれば間違いない。私は下方者だ。なるほど、こういう感じがモテるのか。おいおい、そんな見つめじゃ俺の男前に穴が開いちゃうよ、レンコンみたいにさ。おやっさん、ご機嫌っすね。次郎丸たちと会えて嬉しいっすね。さあさあ、鹿之助殿、おやっさん殿、こちらに。みんなでお弁当を広げましょう。おやっさんと利家様、すごく仲いいっすよね。なんだろう、このモヤモヤした気持ち。お前はまだまだ子供だな。いいか、それは腹が減ってる証拠だ。見習いの身でありながら心はすでに中心。この雪村、感激いたしそうろ。ねえおやさん、雪村さんってちょっとだけ熱すぎっすね。サスケにも探させたが、武田に雨子殿はおいでにならぬ。ひょっとしてわざわざ知らせに来てくださったんですか。ご協力感謝します。ああ、春雨だっけ。よそで見かけたら連絡するわ。春様です。雨子春日さん。鹿と猿の相性ってどうなんだろう。そうさな、馬よりはいいんじゃない。主を探す旅は良き修行となる。しっかと励むがよい。はい。この思わず背筋が伸びる迫力、これが本物のもののふか。僕も信玄様のような武将になりたいな。特にあのヒゲ、憧れるな。小僧、見栄えも確かに重要だが、男はやはり熱き魂よ。え、なんすか、おやさん、ああいう大人になってはいけない。その通りかもな。まっ正直に角を伸ばしな、鹿の少年。主君が行方不明とかシャレになんねえよな。俺にできることがありゃ何でも言ってくれ。では秀吉さんに豊臣陣内の捜査許可を。あれ、どうして目をそらすんですか。捜査へのご協力感謝です。いや、大谷様っていい人ですね。何のこれしき。その代わりというははばかるが、主にはそのうちかけてもらおう。主の尋ね人だがな、家によればズバリあちらと出た。豊臣の敵が詰めていて、
少しばかり危険を伴うが。何のそのです、おやさんがいますから、ご協力のお礼としてなぎ払わせてもらいます。雨子だと知るか、貴様の主に覚えなどない。そうですか、なんとなく口調とかが似てる感じがしたんですが。聞く耳くらい持ってくれてもいいのに。刑事、この人は下手人というより謎の組織の幹部って感じっすね、おやさん。君のその独創的な発想、案外軍師に向いているかもしれないね。ハル様、いませんか。いませんね。失礼しました。僕わかります、あなたのような目をした方に悪い人はいません。そんな哀れみの目で小生を見るな。同情するなら月をくれ。かっこいいっす、乗ってみたいっす。え、なんだって。もう一遍言ってくれ。怪しい、ものすごく怪しい。ハル様を誘拐したのはあなたですよね、毛利さん。そのような真似をせずとも、アマゴなどいつでも潰せるわ。ハル様誘拐の卑劣な手口、やはりあなたの仕業なのですか、毛利さん。我の所業として何とする。我を捕らえ、我を裁き、我をほふるか。家康さん、ハル様捜索のため忠勝さんを貸してください。手伝ってやりたいのは山々なんだが、今忠勝に離れてもらうわけにはいかないんだ。すまないな。すいません、待ってくれって言われたけど待ちきれずに押しかけちゃいました。まったくお前ってやつは。それで春久殿の行方はつかめたのか、鹿之助。多くの友が随分と気に入っているようだな。なるほど、鹿とは確かに面白い。鹿とは確か。ごめん、つかまつり。ほら、おやさんも謝って。この子ともお願いします。噛んじゃった。その方は良き将となるだろう。駆け燃やす命、その真の価値を知った暁に。兄貴と呼ばせていただきたいっす。そうかい、てめえの好きにしな。そのアマゴとやら見かけたらてめえに教えてやる。届け先は帝の陣営で間違いねえんだ。そうです、マリアさんとか長政さんたちと一緒に。あ、しばしお待ちを。すぐに地図隠すよ。ハル様捜索手伝ってくれる気になりました。なってないですか。そうですか、こっちもそれどころじゃないんでね。他を当たってくれ。孫一さん、あなたハル様を最下賞に監禁するわけないっすよね。依頼があれば可能性はなくもないぞ。最下衆との契約って小遣いはたけばなんとかなるのかな。お前の言う小遣いとやらが一国の予算並みであればな。剣心様、捜査へのご協力感謝いたします。よしなり、主殿が一刻も早く見つかるよう私も祈りましょう。まっすぐですね、心地よいほど。え、何がですか。おやさんの角はまっすぐでもないし、はてな。キング君は毛利被害者の会会長ですよ。僕は副会長です。僕が会長？いいの？ありがとう。あれ、これってありがたいのかな。お坊様、あなたのその視線、いえ、きっと僕の思い違いですよね。さあ、それはどうでしょう。明智さん、明
一さん確かどこかでっていうか誰かに似ている。気のせいですよ。このような頭部どこにでも転がっていますから。なるほど、下手人ではなさそうですね。目つきはすごく怖いですけど。この少年はあの方へと登る木差しか、それとも奈落へと通ずる感性か。この人が下手人だったら春様のことはすっぱり忘れです。おやつさん、ふん、抜かすな、スケベは。ご協力ありがとうございました、島津さん。じゃなかった、島津様。よかよか。しかしおまはんの主はどっかで見かけた剣道。これはあくまでも僕の推理ですが、主君が総林君だといろいろと大変では。はい。いや違います、我が君もあれでお優しいところもありまして。総林君、あなたあの日の午後はどこで誰と何をしていましたか。そうですね、あの日はというより毎日思い出の中のザビー様と対話していますよ。あなたのそのヒゲ見るからに怪しい。まあ気候のようなお子ちゃまには我が輩の超絶素敵紳士ヒゲの魅力はまだわからないよ。それで春様の行方は見えたんですか。なんで黙っちゃうんですか。いえ、見えたような見えてないような、はっ、ズバリ西かも。てへ、鹿之助の探偵心得、海賊というだけでも十分怪しい。まあまあ、そう邪険にするなって。その海賊のお仲間に聞いてみてやっから。ねえ、おやさんって実は空飛べたりしないっすよね。さすがにね。お手すきの方、または鹿好きの方、ぜひ春様捜索にご協力ください。